サムエル・ピーター・フルトンは、アメリカ人の宣教師、明治時代に、南長老ミッションより日本に派遣されて、福音主義的な進学教育に携わった。1865年に、アメリカのサウスカロライナ州で生まれた。コロンビア神学校、ユニオン神学校で進学を学び、博士号を取得した。1888年に、南長老ミッションから派遣されて来日する。 1901年から明治学院の進学教師になるが、組織進学の講義に自由主義進学の教科書を用いた上村正久と進学的に対立する。このことがきっかけになり、南長老ミッションは独自の神学校を設立する。上村は東京進学者を設立する。1907年、神戸神学校の校長に就任した。1927年、 神戸神学校と大阪神学院が合併して生まれた中央人学校で初代校長になり組織神学や新薬学,学を教えた。1938年に長野県軽井沢町で死去した。1942年に中央人学校は閉鎖されるが岡田実が後を引き継ぎ神戸改革墓神学校になる。最初の学生は 明治学院から移った5名の生徒で、その中で卒業したのは、富田光だった。3期生に、香川豊彦がいる。この時期、田中剛二がフルトンに支持する。中村2000年、38ページ。その時の生徒に、岡田実ノルラがいる。中村2000年、39ページ。ありがとうございます。